教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとしてフリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、私のインプットアウトプットをお話しいたします。今回私は秋花粉についてお話ししたいと思います。私自身10月の終わりぐらいにちょっとこう風邪っぽい症状が続きまして、寒暖差も結構大きかった時期だったので風邪かなってちょっと思っていたんですけど、なんかいつも その私の風邪のパターンが、まあ、ある程度こう決まっていて、でその風邪のパターンとはこうちょっと違った症状が見られたので調べてみると、秋花粉の症状によく当てはまっていることが分かりました。で病院に行って見てもらったら、花粉症だねって言われてしまって、あ、私は秋花粉症なんだって思いながら毎日過ごしているんですけど、で秋花粉、やっぱ花粉っていうとこう春のイメージが強くって、秋っていうのがこう私にはあんまりこうなかったので、イメージがなので、ちょっと調べてみました。で秋の花粉にはブタクサとヨモギとスギがありますが代表的なようで、なんかブタクサはブタクサ花粉症っていう、そのブタクサの花粉で起こるあの花粉症の方がすごい多いようで、そのブタクサっていうのがなんか風が、強い風とかがビュンって吹くと一気にその花粉が飛散するみたいで、それで反応が起こる方が多いそうです。でまた杉なんですけど、杉って聞くとやっぱり春のイメージが強くって秋なのかなって私も思っていたんですけど、なんか通常杉は秋冬のこの寒い時期は杉は休眠状態にあるみたいなんですけど、あの今近年温暖化の影響でなかなかこう十分に開花できなかった杉の雄花が今この秋のタイミング、今頃のタイミングで開花するみたいで、その花粉の飛散によって花粉症の方がすごい多いそうです。でやっぱり私も花粉症になってしまったので、まあ、薬を飲んだりしながら対処はしているんですけども、花粉症の少しでもこう軽減、花粉症を軽減できるツボ押しっていうのがありまして、足ツボを今回はちょっとご紹介したいと思います。で、私のこの手が足だとしまして、ここが足の甲で、こちらが足の裏だとします。で、2つご紹介するんですけど、1つ目はちょっと引っ張りながら内回し外回しっていうのをちょっと軽く引っ張りながらやること、それから、もう1つはこの指の一番爪の部分の表と裏をこう軽くじんわりギューって押して圧をかけてあげたりすると血流が良くなって花粉症の その症状を少しでもこう軽減できるそうです。で私もちょっと本当かなって思って毎日お風呂上がりのタイミングや寝る前の時にやってはいるんですけど、ちょっと実感はあんまりわからないですけど、でもとりあえず毎日続けて効果が出るのかなっていうふうに今試しているところです。で、やっぱり花粉症の方ってすごく多いと思うんですけど、こういろんな方法があるみたいなので、いろんな方法を試して花粉症、春や秋の花粉症を少しでも楽にストレスなく過ごしていけたらなっていうふうに思いました。これが私のインプットアウトプットです。ありがとうございました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。